はい、たけしです。ギグス10月号ギアナビ、今回の動画で紹介するのはこちらです。じゃーん、出ましたアンプです。クイルターのオーバードライブ202というですね、このサイズ感ですよ。もうもはやなんかこうテーブルっていうかパソコンとかと一緒に置いてたとしても、あれなんか新しいインターフェース買いましたぐらいのサイズ感。これしかも驚きなのが200ワットまで出るんですよ。200ワットって尋常じゃないですよ。実際にこのクイルターのキャビを持ってきてもらって、この下に置いてあるんで、実際にこのまずキャビで鳴らしてみようじゃないかということで鳴らします。多分30ワットぐらいだろうなっていう状態で鳴らしますね。でかーいすごいこれちょっとこの見た目からは想像できないです。わかるかな、ちょっと50ワットぐらいまで鳴らそうかな、怒られるかな。おお、ものすごいクリアでレスポンスがいいっす。音に余裕がありますよね、多分ね。でまあこれはこういう風にもちろんね、会場とかスタジオとかででかい音鳴らして使えますけど、なおかつここにシグナルアウト的なものがついてるわけですよ。でこれヘッドホンとかいわゆるラインアウトですよね。今これを今度この直接 LINE で送りますね。あ、こういう感じ。すごいほら素直な音出ますよね。で一応ね EQ がベース、ミドル、トレブルとついてるんですけど、この EQ がめっちゃ効きます。ほらロー出したらロー出てくるし、ミッドを出せばちゃんとものすごいミッド出てくるし、トレブルを上げていくと出てきますね。でこの EQ の効きはすごいですね。今回はオーバードライブ202なんで、オーバードライブチャンネルが別にここに用意されてるんですよ、こっち側で。オーバードライブチャンネルの OD っていうスイッチをポチッと押すと赤く光ってオーバードライブチャンネルに切り替わると。でこっちはこう原因上がってるんで、もう歪みます。でここにね、ボイスっていうスイッチがあるんですよ。1,2,3って書いてあるんですけど、そのボイスを切り替えると、いわゆるこのアンプっていうのキャラクターが変わるんですよね。今ずっとボイスの1でやってましたけど、これが割とフラットな感じのレスポンスのやつなんですよ。2とか3に行くにつれて真空管アンプっぽさっていうか、そういうアンプ感が出てくるんですけど、今2にしますけど、なんかちょっと鈴なりっぽい感じが。で3に切り替えると、さらになんかこうアンプ感。となってると。他にはですね、リバーブがついてるんで、何気に幅広い。しかもこのこっちオーバードライブチャンネルにした時も、このめっちゃ効く EQ 効くんで、ほらすごいフラットなクリーンもできるし、オーバードライブチャンネルにいれば歪むこともできるし、まあもちろんリバーブついてて、ラインの音も出せて、なおかつこのサイズ感で200ワットの爆音が出ると。普段卓録とかでこうアンプの代わりとしてこうテーブルで使ってても、まあ、ライブとか練習になったらこのサイズ感ですから、ピャッと持ってスタジオ行けばでかい音も出せると。ある意味こうちょっとこのサイズ感からはびっくりな機能が詰まったアンプだなと思いました。というわけでクイルターのオーバードライブ202ご紹介しました。